こんにちは。ザ・ポークフェイス橋本こと大林橋です。僕は100日連続で、ね、餃子を食べる生活、100日餃子生活をやっていて、まあ、以前からねもういくつも、ね、動画上げさせていただいておりますけれども、なんと今日で89日目を迎えました。いやーね、残り約10日、いやー長かったね。だけどね、もう毎年この100日チャレンジは自主的にやっていて、ハンバーガーとか焼肉とかやってきたんだけど、このねもう残り日数が少なくなってくるともうラストスパートなの。ここも行かなきゃここも行かなきゃみたいな感じで、そう今回はね横浜中華街の餃子をまだ食べていなかったのでね、今回はもうそれをはしごして最後件数を稼ぎに行きたいと思います。というわけでもう話してる暇はないです。そんな暇はない基盤です。というわけで行きましょう。というわけで中華街入っていきます。中華街の食べ歩きに関しては以前ね田中里奈ちゃんと食べ歩いた動画を上げてますので、そっちをねチェックしていただきたいんですけど、今日は外の食べ歩きじゃなくて店内餃子のねちょっと人気店をね回ろうと思ってます。というわけでまず1軒目はこちら、サントンさん。まあねもうこれは言わずと知れたね、もう水餃子の人気店ですよ。まずはちょっとね、ここを押さえないと始まらないので行きましょう。あー、サントン。山東と書いてサントン。ここね、中継隣に1号店があって、今1号店の方はお休みで、2号店の方だけで営業してるということなんですね。ここのね、やっぱり名物は水餃子なんですよ。だけどね、1種類じゃないの。僕はもうここのお店大好きだから、ちょっと注文してみます。137番と、はい、139、セロリも旨から攻めます。はい、それでお願いします。水餃子、ね、ふっくりとしたね、パンパン肉が詰まってそうな水餃子10個入りです。ここね、ちょっとね、特製のタレがあるんだけど、ちょっとタレを使わずにね、まずはそのまま入れてみる。ほら、ふっくりしてる。これを、じゃあ、熱々のいただきます。うん、皮がムチムチしかもね、中から豚肉の肉汁がジュワッと溢れて、ニラのいい香りもふわっとこう鼻を抜けていくね。だけどね、サントンといえばこれ何かわかる？ココナッツダレ。そうなんです、このね秘伝のココナッツダレが結構人気なんだよね。なので餃子を取りつつ、このココナッツダレをよく混ぜてね、流しかけ、うん、いいね。さあ、これをいただきます。うん、うまっ、おいしい。なんかね、ココナッツの甘くないんだけど、ほんのりとしたね、ちょっとしたコーヒーの甘みが加わることで、よりこうね、餃子としての気品が生まれる。いやー、これはもうめちゃめちゃ夏目だね。まあ、一つ一つね、かけてもいいけどね、ダサッとね、お皿にやった後、こうやってね、絡めながら食べてもいいよね。おいおい、ちょっと箸を忘れてないかと。そうですよ、ちゃんと覚えてますよ皆さん。お待ちかねのセブンタイムです。セブンタイムとは何ぞや、セブンイレブンのハサミを使うタイムです。ニラもたっぷり入ってるね。どうやらね、豚肉は鹿児島県産のもち豚を使っていて、だからねちょっとジューシーな感じはあるんだけど、このニラがたっぷり入ってるからこそ、ふわっとこう漂う香りも素敵なんだよね。さらに出てきました、じゃじゃん。今度はセロリ水餃子と桃肌水餃子。すごいよね、もうエメラルドグリーンとピンクのね、カラフルな水餃子。いやー、これもね、好きなんですよ。これもね、まずは、お、重い、一個が重い。まずはね、ちょっとこのまま何もつけずにいただきます。いつの間にか全員名前を。もうね、わかるわ。セロリ。今もうスマップのセロリが頭の中に流れたぐらいもう楽しい感じになっちゃうね。セロリならではの香り、あと食感、ちょっとシャキッとした食感もねあってね、すごい爽やか。またこの全然さっきの水餃子とベーシック水餃子と違うからね、
このまま食べても十分美味しい。うん、豚肉も入ってるからちゃんとジューシーな感じでね、いいよね。ほらちょっとセロリの繊維感わかる？ちゃんとね、あと豚肉のね、ほらちょっときらびやかな肉汁もあったりとかしてね、いいでしょう。これもね、ちょっとココナッツがねちょいつけて、このココナッツダレもね、シャリシャリしてるんだよね。ちゃんとココナッツ感が残ってる。さらにピンク色の桃肌水餃子、これ実はね、海鮮水餃子のエビと貝柱が入ってるんだけど、うん、全くお肉と違うね、うん、ちょっとね、プリッとしたね、エビ感と、あとホタテのね、やっぱり貝柱って旨味の結晶だから、海鮮の旨味がギューッとこじこもってる感じだね。いやー、うん、目が電力を詰めてあるので、うん、これ食べ比べできるのか、うん、じゃあ乾燥しますよ。うわー、輝いてる。うん、いいね。割れながら切るのが上手くなってきたな。ちょっとこう斜めに切るとね、断面が見やすいんですよ。これがね、89日間餃子を食べるから見てる男の成果です。昔の方からなんか全面的にごちそうさま。いやー、美味しかった。実はね、今3トンのあの水餃子お取り寄せもできちゃうのよ。僕あのコロナ禍の時にね、インスタにもこういうね、お取り寄せのグルメを紹介してたんだけどね、あれをね、家で食べられるってのも嬉しいよね。まあでもね、中華街に来てこそのね、雰囲気も含めてね、楽しむってのもいいよね。そしてね、その3トンの2つ隣にあるこちら、楊州麺房ってお店、まあ今日はね、ちょっと定休日でやってないんだけど、ここのね、黒豚餃子と、あとニラ玉、めちゃめちゃ美味しいのでね、ちょっとそれも補足として言っておきます。まあ黒豚の結構ジューシーなね、肉汁あふれる餃子もいいんだけど、とろっとろ半熟のニラ玉がね、これまたご飯進んじゃうんですよ。僕のマイベストオブニラ玉のお店がこちらでした。というわけで、次行くよ。というわけで、続いてこちらやってきましたね。え、ふーとくちんさんね、あの麻婆豆腐がね、有名なお店で、まあ、僕も好きなんですけど、ちょっとね、以前からね、この餃子でちょっとやってみたかったことがあるので、それも含めて突撃してみましょう。出てきました、麻婆豆腐。すごいね、もう食べる前から香りがすごいこう放たれてるね。しかも辛そうだな。辛くないバージョンも選べるんだけどね、今回は本場四川バージョンにしました。これを取っています。うわー、見るからに辛そうだ。うわ、早速この辛そうな麻婆豆腐いただきます。麻婆あ、でも辛い、めちゃめちゃ辛いこれね。すっごい、まあ、うまい麻婆豆腐、麻婆ではあるんだけど、すごい、食べたら体の奥からこう炎がね、上がったような、なんかすごい、うわ、全身に駆け巡るスパイシー感。うん、山椒にもうガツンと効かせるね。鼻だけじゃない、毛穴から、全身の毛穴からもう香りが抜けていく。すごいね。あの豆腐は絹豆腐でね、すごいこう滑らかな、ちょっとゴロゴロ感があるスパイシーなひき肉と相まって、豆腐がね、気持ち程度の癒しな存在になってるね。うん、辛い。こう見えて、あの激辛強くないんですよ。好きではあるんだけどね、やばいよこれ、止まらなくなるんだよこれね。うん、もう汗が吹き出てくるんだよね。どうしよう、痩せちゃう。ね、この悶絶するときにね、来ましたよ、やっとメインのものが。じゃじゃーん、蒸し餃子。すごいね、カラフルでね、ほうれん草とエビ、さらにこちらがかぼちゃ、ね、
で、さらにこちらがホタテっていうね、緑、黄色、赤、信号だよ信号麻婆豆腐だけじゃないんですよ。だからちょっとね、やっと本番の餃子に行きますけれども、まずはこの手前のほうれん草とエビの蒸し餃子、美味しそうだね。蒸してあるからプルンプルンだね。優しいわ。さっきのね、地獄みたいな辛さの後だからね。いやーもうこれは本当に癒されます。これがさ、ほら中にね、ちゃんとこの粗くぶつ切りにされたエビのゴロゴロってものが入ってるんで、食感が良くて、そこにこのほうれん草をね、練り込まれた緑色の生地、すごい合うねこれね。うん、うん、これは何個でもいけちゃうな。皮のね、なんかもちっとした弾力感もいいね。うん、さらにね、見てください今度はこちら。ほら、これはかぼちゃなんだけど、すごいね、なんかこう包まれずに中にこう入ってるよね。こんな蒸し餃子初めて見たかもしれない。中にこうちょっとね、肉団子っぽいやつが入ってるね。うん、おいしい。発見だわこれまた。生地がむっちりしていて、むっちりしてるんだけど、さっきのもちもちとは違ってむっちりちょっとねっとりしてる感じで、中のお団子をねこう包み込んでくれる。もともと包まれてるわけじゃなくて、やっぱりこうお団子の周りに生地があるからこそ、絡んでるとね、そのちょっとむっちりねっとりした生地がこう絡んでくるっていうね。面白いわ。食べてるとどんどん餃子になっていく。最初から餃子ではない、食べてる時に餃子が完成するっていう。いやー、滝汗でそんなこと語ってます。面白い。多分このねっとり感はね、かぼちゃに練り込んでるからこそこれは表現できてるのかなと思いますね。ほら、なんかね、これはまたプリプリっとしたね、ちょっとこうイカとかエビ感がある肉団。こうやってほら、ほろっとね落ちちゃうぐらい優しく包んでるのかな。この生地がいいよね。さらにこちら、ホタテ餃子。これもね、さっきと同じような感じで真ん中にこの具材がインされてるタイプ。綺麗だね、こうやって中身が見えるからね。いいね。上に振りかかってるのとびこかな、なんだろう。いただきます。びっくり。麻婆豆腐の人気店だから麻婆に注目が行きやすいなと思うんだけど、蒸し餃子のレベルが高いな。これまたね、ホタテの旨味がギュッと詰まってるね。さっきのお店でも言ったけど、ホタテってやっぱりね、旨味の結晶なのよ。貝柱ってね、中華で XO ジャンとかにも使われてる。やっぱり旨味の結晶だからこそ、こうやってね、旨味をそのまま蒸し餃子に閉じ込みましたとなるとね、一段レベルが上がりますよ。なんだろう、これは王道って感じかな。さっきのかぼちゃの生地の方が他では食べられないような新食感。ここまでがね、まあ、通常の餃子じゃないですか。何をやりたいかっていうと、この人気の麻婆豆腐、これね、餃子をディップしながら食べるっていう麻婆餃子をね、一度やってみたかったんですよ。麻婆にこだわる、そして蒸し餃子にこだわるお店だからこそ、両方合わせたら美味しくなるかもしれない。じゃあちょっと行ってきます。すごい、プルプルしてる。いやあ、あんなにも優しかったほうれん草餃子がこんなにも凶暴になるの。美味しい、美味しいことは美味しいんだけど、ほうれん草餃子のちょっと良さをなくしちゃったかもしれない。そうだな、でも今ちょっとね、ほうれん草餃子つけたから組み合わせ的にそこまでのなかったのかもしれないから、こっちのホタテ餃子、これ多分合うでしょ。やっぱりね、さっき言った XO ジャンとかね、麻婆豆腐に使う場合もあるから、これを。
おいいね、この白い皮がちょっと汚れていく感じがいい。うん、こっちの方が合うよ、うん、むしろ麻婆少なかったぐらい辛い。調子に乗って追い麻婆しちゃいましたけど、それぐらいちょっと多めな方がホタテ団子のプリプリ感、旨味は上書きされずにうまくこのね麻婆の辛さと手を取り合ってくれるね。さらにこのやっぱりよりムチムチっとしたこの生地、皮がね麻婆と当たっても消えないから、喋れば喋るほど辛くなってくる。皆さんもお好きな組み合わせでぜひこのお店で楽しんでください。最後はこちら最高新館さんね。なんとこちらには一風変わった餃子があるということでね、ちょっと食べてみたくなったので最高新館さんの最高なね餃子求めて突撃します。出てきました、エビのウェハース巻き揚げ、ね、こちらの、ね、名物ということなんだけど、いきなり餃子じゃないですだけどねやっぱり名物はね抑えておくんですね。これどうなってんのかな。お、結構重いねこれ。ほら春巻きみたいな感じなのかもしれないけど、マヨネーズをつけてって言ってたから、マヨネーズをつけつつ、じゃあいただきます。うん、中身エビ、余計なものを一切入れない、エビ感がすごいね、美味しい。うん、なんか春巻きみたいな皮がパリパリしてるわけじゃなくて、でウェハース巻き、ちょっとなんか湯葉っぽい感じのなんか薄生地に何枚も巻かれているっていう感じかな。中のエビがすごい蒸されて美味しい。ほら、びっくり、エビだらけすごいですよ、もうエビのぎっしり感。衣もね、やっぱり薄いんだよね。つけて食べると、うん、いいね、エビとマヨネーズは裏切りませんね、うん、ビール飲みたい来ました。続いては揚げ餃子、すごいね、なんかね卵みたいな形してるね。こんな形した揚げ餃子初めて見たわ。すごいね、ボロンコンしてるね、かわいらしいね。おアメリカンドッグみたいな感じだけどね。ちょっといただきます。うん、おいしい。新感覚です、これは。これが他では食べられないみたいな。生地がちょっとこうお芋のような感じのねっとりしてて、中にとろっとした肉のあんが閉じこもってるみたいな。うん、あほらほら見て見て、なんかねまるで餃子っぽくないでしょ。ちょっとね大根餅に近いような生地、ちょっととろっとしてもちっとしてるね。中のこのお肉とか椎茸のあん、すごい八角が効いててね、香りがふわっとこう舞い上がるんだよね。お肉のあんを閉じ込めた揚げ大根餅みたいな感じ、それは揚げ餃子なのか。うん、美味しければいいんですはい、というわけでここからはワイプの発信も登場です。というのもなぜかね、ここだけ音声が取れていなかったので僕が実況解説していきたいと思います。ね、どうですかこちらの餃子、ね、これなんかちょっと透き通ってる感じありますよね。一般的に蒸し餃子で使われるようなこのね透き通った餃子、これを片面カリッと焼いて焼き餃子として提供してるんですよ。お、箸食べるぞ、ガブッといった、もぐもぐもぐ、出るか出るか、あの言葉、せーの、デブリサス言わんのかーいいやいやいや、美味しかったですね、これはね。これもうね、なんかいろいろ語ってますけど、要約すると、もうカリモチ食感がたまらないってことですよ。この皮の食感、これね、やっぱり尽きるかなと思いますね。中は本当優しい、ほわっとした肉と野菜のあん。やっぱりこのカリモチなね、食感が楽しめるのは、この皮ならではですね。出ました、セブンイレブンのハサミ。そして、断面オープン。ほら、
しりとしたお肉がねぎっしり入ってるでしょ、ね、いやこれ今この映像を見ながらね白いご飯いきたいですね。皆さんもぜひそのように真似してみてください。ごちそうさまでした。いやというわけで食べました、ね、皆様じゃんけんの餃子お付き合いいただきましてどうもありがとうございます。いやね、もうやっぱり山東の水餃子はね、まあ、中華街代表するものですし、その次に言ったね、まあ、麻婆豆腐はもちろん、あのね、僕はかぼちゃの蒸し餃子気に入ったな。それで3軒目もね、パリ、もち、プリっていうね、ちょっと三拍子のね、揃った食感のね、餃子も美味しかったし、まあ、どのお店もね、やっぱりこう、個性的だからね、中華街ね。観光客向けのお店ももちろんあったりはするんだけど、個性的なね、餃子もあるから、ぜひ皆さんね、そういったお店で楽しんでみてほしいなと思います。皆さんも、浜の餃子に、ハマってみてね。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。せーの、デブはナイスでーす。